昨日、全国で発表された新型コロナウイルスの新たな感染者は1320人でした。東京では前の週よりも感染者が増えています。東京都の新たな感染者は330人で、5日連続で前の週の同じ曜日を上回りました。 直近7日間の1日当たりの平均は278.9人で前の週の104.3%となりました埼玉県でも183人など緊急事態宣言が続く1都3県で感染者が多い状態が続いています。